田端信号上駅は東京都北区東田端2丁目にある日本貨物鉄道の駅である東北本線所属。かつては道線と貨物支線の分岐駅でもあった営業キロ設定上東日本旅客鉄道の田端駅と同一地点とみなされる常磐線貨物支線や山手貨物線からも進入が可能である田端駅付近の6本の着発線と 上中里駅付近から王子駅付近にかけて伸びる一本の着発線を通路線が結ぶ形で2トル弱にわたる長い構内を持つ地上駅。構内にはその他仕分け線と田畑運転所南部気流線があり、東北新幹線の車両基地である東京新幹線車両センターとすぐ隣り合わせの位置関係になっている。なお、田畑区区も併設されているが、 こちらは JR 貨物の乗務員基地であり、構内があるわけではない。上中佐駅付近では、大崎駅方面からの山手貨物線と合流し、反対に田端駅付近の構内南端から先に進むと、常磐貨物線となって、三河島駅で日暮里駅からの常磐線と合流する。常磐貨物線の起点及び山手貨物線の終点で、あるとともに、 東北貨物線の事実上の起点になっており、田端信号場駅総合事務所付近の着発一番線に、ある、交互距離表には、7キロ110メートル東北貨物、0キロ000メートル上番貨物と併記されている。北、王子線は、港内北端から分岐していた。田端信号場駅はかつて、田端走車場や田端三沢駅と呼ばれ、日本で最も歴史のある、 貨物走車場の一つとして、鉄道貨物輸送に大きく貢献したが、鉄道貨物輸送自体の衰退、コンテナ輸送や、フレートライナー方式導入などの近代化、合理化、そして、武蔵野線や武蔵野走車場開業による、都心バイパスルートの確立により取扱者数が減少する中、東京まで延伸する東北新幹線の車両基地として、 校内用地の大半が切り替えられたことで、送配設備の規模を大幅に縮小して、現在に至っている。新幹線車両基地が完成したのは1985年のことで、かつて、東海道、東北、中央、常磐各方面への方向別仕分け線だったエリアや、山手貨物線、東北貨物線方面への出発線があったエリアが、収容線や入り出区線に当てられた。 これは、校内全面積約二十八万平方メートルのうち約四十六パーセントに当たる十三万平方メートルが新幹線基地に切り替えられた大規模工事であった。また、現在の JR 東日本東京支社ビル付近にはかつて一面のコンテナホームがあったほか、東北本線の高架線東側には日本運輸倉庫株式会社東京食品事業所の二百線があり、 有害者やコンテナを積んだコンテナ車が乗り入れていた。1975年頃までは、主に秋葉原貨物駅との連絡用として、常磐線の日暮里駅とを結ぶ単線の連絡線もあり、三河島駅へ向かう貨物線と合わせて、デルタ線を構成していた。田畑信号場駅は、田畑走車場と呼ばれ、1961年からは、田畑三沢駅を名乗っていた。 日本において初めてハンプヤードを設けた近代的な創車場であった。創車にはヘム州という制動ブロックによる制御が行われていた他圧縮空気などを用いて制御するカーリーターだを実用化された。近年の年間発着トン数は下記の通り、ありがとうございます。